はい、では参ります。1番ですけれども I was bored by the first film and I did not enjoy the second one というような言い方です。おそらく回答の方は、まあ、先ほどのいろいろ話もありましたので、あの英語では反復するときにこの後ろの部分に neither を持ってくることができないので、その代わりに not と either を使って not either で私もまたっていう風な言い方、何々ないよっていう風に、続けて否定することができます。多分文章としては I was bored 退屈した by the first film、 これはフィルム、映画作品の意味合いではないかと思われます。はい、この文章量だとさすがに限界があるので、多分最初の映画作品にうんざりだったし、2作目だよね、2作目もまた楽しくなかったよっていう言い方が適切でしょう。ですから答えは1番の either です。次2番ですね。東北薬科大の問題です。 I'm not concerned about the cost to take after the graduation っていうようなところですね。私は少しも心配していないなので、この形は not の後に in the least を使った not in the least で少しも何々ない、これも前回の範囲だったし大丈夫かと思います。で、まあ、非常に単純に concerned about、 広い意味で言ったら、まあ、ここのところは worried about の形で、使えるような展開を覚えておけばいいかと思いますね。 take 自体はカオスにかかります。卒業後に受ける、ね、まあ、受けるこう授業というか、まあ、コースというような書き方をして、取るコースで進路というふうに、捉えていただいたらいいかと思います。はい、次3つ目です。 And Jan is by no、 まあ、だいぶ慣れましたよね。 by no means 決して何々ないで、 stupid は馬鹿げたという意味です。 Jan は決して馬鹿ではない。 She's just lazy、 ね、馬鹿じゃなくて怠惰なだけ、だらしないだけですね、そういう風なだけです。なので、lazy は怠惰なっていう風な意味合いですね。はい、決してバカではないよ。でもただ、不真面目な、ね、怠惰なだけだよという風な言い方です。前も言いましたけど、これ次の範囲でもつながるので、もう3、4回言いましたが、絶対押さえておいてね。前置詞が来て、脳が来て、名詞が来ると否定の副詞を導くわね。これ次の統治の範囲でものすごく大事になるので、決してないないないね、否定の副詞導きます。この教え方する先生そんな多くないかもしれないですけれども、必ずこれで覚えてね。これめちゃくちゃ使えるんで、前置詞プラスのプラス名詞は否定の副詞を導くことが主ね。決して何々ない、ね、で次の授業からこいつが文頭に来てるから疑問文の形になるんだよみたいなところに入ります。だここが一番高校生差つくんで、これ本当覚えてもらわなければ今日十分価値あるんで、しっかり覚えてください。よろしくお願いします。前置詞プラスのプラス名詞は否定の副詞です。決して何々ない、ね、っていうようなところです。はい、では次大正大って言われてるんですけどね、大阪商業大です。まあ関西圏とかだと大正大って言われたりするんですけど、 His explanation was far from satisfactory、ね、彼の説明は出ました。ここで far from 使ってきましたね。前回もやりましたけれども、 far from の意味って言ったら、まあ、イコール、まあ、ほぼほぼイコールですが、anything but で、これまた、決して何々ない。far from で決して何々ない。で、彼の説明は決して満足のいくものではなかった。satisfactory が満足という意味合いですが、正解は2番ですね。His explanation was far from satisfactory。彼の説明は決して満足のいくものではなかったよというふうな言い方になりますね。はい。です。
で、5番からなんですけれども、ちょっともしかしたら前回受けてる子がここの説明が少し甘めだったかもしれないので、はい、さっき言ってしまいます。もし抜けてたら覚えてください。こちらです。多分前回ちょっとこの辺の説明まで行き届いてなかった可能性があるので、 Nothing but 名詞で、これ Only 名詞と同じ意味で、ただニョロニョロばかりという風な言い方をします。ちょっとこれもしかしたら前回のね説明のところで、少しそこまで行き届いてなかった可能性があるので押さえておくといいです。 Nothing but の後の名詞で Only 名詞と一緒、ただ何々ばかり、はい、よろしいでしょうか。で、こちらの Anything but 決して何々ないと間違えないようにしてください。よろしくお願いいたします。はいですね。はい、じゃあいきます。 This は彼の愛だけが欲しかった、なら This は欲しいです。 This wanted、 This は欲しがったよがまず基本です。で、一語いらないです。中央大クエになってくるんですけれども、まあなんとなく Nothing but equal only なので、 Only が消えるのはこの辺で、まあ分かっていたら、ああそうだったのかとなってもらったらいい。で、Nothing but 名詞の語順なので、ただ愛ばかりが、つまりここに Nothing but love っていうような形です。で、out of him、 彼から外に出てくる愛、彼の愛ですね。リズはただ彼の愛だけが欲しかった。 Liz broke it, nothing but love out of him っていうような言い方に出来上がります。ちょっとここがもしかしたら、前回やった人も難しかったかもしれないです。まあまあいいです、覚えてもらったらいいんで。もうちょっとしっかり覚えてます。で、一語不要とか結構気をつけてね、入試ってこういうのありますんで、慣れてってください。次の実は福岡大の問題もそうですよ。じゃあ一語不要なんで、気をつけてくださいね。はい、6番ですね。この映画を見るといつも学生時代を思い出す。まあ何々するといつもという形で、並び替えのテクニックはここバーって見てもらって、だいたい慣れてくると、あ、出た、 can not と without があるとか、実際 can not だけではなくて never without とかもそうですけれども、このような can not without とか never without も出てくると、基本的には二重否定で、二重否定はイコール強い肯定です。強く肯定したければ二重否定を使うというのが英語のルールでしたよね。だからいつも思い出すんですっていうようなところです。はい、でやっていきましょう。まずは I cannot、 はい、こうですよね。で、 watch this movieね、この後に without で、慣れてくると英語っていうのは without がここにあるから、 without の後ろって ing だよねとか、パッパッパッとリアクション良くなっていきますよ。 without remembering で、学生時代は my school days、 いかがでしょうか。まあ、ここは cannot と without の形が理解できていたら大丈夫かと思います。はい、7番です。理由は依然として分かっていません。まあ、素直にこれも、先ほど覚えたかと思います、前回覚えたかと思いますが、 have yet to do 型、はい、いきます。 the reason、 the reason has yetまあ、素直にこれです。で、この後に to be found、
the reason has yet to be found. これ、前話したの覚えてるかな？まあ、忘れたらぜひ書いておいてください。ここのところ、found だけじゃなくて、seen 使ってよくて、S have yet to be seen みたいな形とかもできますね。はい。S はまだわからない。はい。前、あっち行ったか。Remain to be seen だね。Remain to be seen で、まだ明らかではないっていうふうな言い方をしたと思います。ここですよね。Remain 使ってもできます。Remain to be seen っていう言い方でやってもいいです。Remain to be seen。S はまだわからない。昔神戸大で出たっていう話多分先週したと思います、ね。よろしくお願いします。はい。はい、最後です。薄暗い路地で絶対に出会いたくない人は誰ですか？はい。ラストパーソン型です。Who is the last person ですよね。で、あとは Who is the last person で、あ、Would like to ですね。もっと一語不要でいらなかったです。You would like to meet in the dark alley、ね。路地、alley。この単語で言うことができますので、よろしくお願いいたします。はい。まあ、否定なんでね、割と型にはまった構文が多いので、やりやすかったかと思いますが、この否定の知識を前提に来週からの強調が入ってくるんで、あ、失礼、統治が入ってくるんで、ちょっと統治やるときにはこの否定は絶対押さえとかないといけないので、まあ、こういうちょっと2週間、取らせていただきました。さと。はい。